あれはもう私食べちゃったんです。これはじゃあ2食目ということで。でも体力って、まあ大事です大事です。オンラインありがとうございました。来てくれた皆さん、お花ちゃんハートありがとう。今から2時間空くので低いな。なんか高さがちょっと欲しいかも。なんか弁当いつ来ますか？え、本当？すぐですね。やった。カレー借りよう。なんでカレーは？食べました。配信して配信。あぶない。映る。映ってました今。映ってない。でも顔バレてますよ絶対。だってこう言いますやん。確かに。ちょっと低いけどいいや。こんにちは。みぶきさんとご飯食べます。カレー。なんか後ろにいました。オンラインが終わる頃に出待ちしてて、出待ちされてました。私奈良くん、伊吹さんも開くっていうのを裏情報を得て、お待とうと思って勝手に待ちました。いただきます。ストーカー気質ですね。超びっくりしてましたね。めっちゃ3度目ぐらい、ね、4度目ぐらいされました。ありがとうってしてさ、普通に姉さんここ劇場なのよ、なんかいる。微妙に知らないぐらいに、そうこっちをこうやって隠れてんの。怖いですよね。これはエビカレー。食べれる。いただきます。美味しい、ありがとうございます。美味しい。カレー美味しいですね。うん。五目ご飯。かぼちゃが美味しかった。やっぱパプリカ。うん、うん、おいしい。こぼれませんようにと。うんうんうん、超おいしい。ハムチーズ正解です。やっぱりでももうちょっとでお弁当が来るらしい。ハムチーズつけたらおいしそうですね。あ、え、食べたい。なんだこれ。わざわざ奈々が新しい投げ落としてわざわざいびきの食べかけが欲しいです。なんか残してました。つけこの端っこを。びっくりした。おいしい。ラムみたいな感じ。うん、おいしい。絶対これはみんなお腹すくんじゃない。みんな今お話ししてるの、オンライン参加してるよって方。はい、そうです。今日アンビシャスヒーローランチパックは配信される。私は大好きなこのマヨネーズ。コロッケバーガー作って食べたよ。うわ、絶対に美味しいじゃん。コロッケバーガーは。うん、美味しそう。配信してまーす。事故事故。バイバイ。バイバイ。行くのちゃんとリチャキ。やばい、全然文字見えないね。見えないですね、うん、ちょっと遠いから。これからオンライン行くね。だって、おお、ありがとうございます。葵ちゃん、誰もありがとう。あと3部です。あ、一緒だ。一緒ですよ、全部一緒よ。見ました、そこまで。
やっべ超勝手に見た、見られました、嬉しい。キドちゃん、虹色の星ありがとう、パルちゃんハートありがとうございます。かゆい、ゆきさんハートありがとうございます。ちゃんハートありがとう。つさちゃんだるまありがとうございます。ちぐまさんくまありがとうございます。今日19時からハートありがとうございます。待ってるね。なんか長これ何これ、まあええわ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 。え、そう、東海恵比寿行きましたね。行ってきました、おととい。めっちゃ食べました。うん、美味しい。カレー美味しい。ちょっとピリ辛ですね。え、めっちゃ食べましたよねあの日、うん、結構いちご飴食べて、うん、肉まんじゅう食べて、うんうん、焼きそば、焼きそば食べて、普通でって言っておきながら、普通のちょっと無理で結構持ってくれましたよ ね、 ね、食べて美味しかった。あゆ食べて、わ、そうだ、団子食べて、いちご飴食べて、言ったし、あ、ぶどう飴も、ぶどう飴も食べて、最高でした。焼き鳥も食べました。焼き鳥も食べた、美味しかった。やばい、食べたい。焼き鳥、これは焼き鳥、これは焼き鳥、ああいうところで食べるの美味しいですよね、一段と。ローリーさん、だるまありがとうございます。正月太り忘れましたか。ありがとう。もちろん。ムヒトさん、くまありがとうございます。お正月太りしました。うん、私もしっかりしました。しっかりとね。ひなたんにお餅って言われながらお腹が割ってくれた誰がお餅やかわいかった。あんだけめっちゃおもろかった。なんか公演中、公演中なんや、着替えてる、うんうん、そう、あのね、いぶきってご飯食べたらめちゃくちゃイカ水でお腹がね、ぽっこりするタイプなの、すぐに。で、もうメイクさんとかの中で、衣装さんの中ではそれがもうネタなのよ、うん、でもかわいいって、うん、そう、ね、すごいね、いぶき食べた後ぽっこりそれで、かわいいってしてたら、ひなさんが、お餅みたいかわいい。触りました、私お餅。触った？触らないで。でした。いや、ひなたんはいいけど、なんかはしれっと触りに行きました。あの日のひなたん、かわいかった。なのかに、お年玉もらいなって言ったらね、うん、なのかちゃん、お年玉ちょうだいずっと言われました、一生。そしたら、いぶきさんのお餅触ってきたらいいよって言うから、いや、あの、それお餅にはやっぱお金がかかるから、なんかからお年玉をもらっておいで初回無料らしいよとかもなすりつけ合ってましたね。かわいかった。エビカレー、うん、あ、葵ちゃん1000万円ありがとう。ウィンク1万さん、うん、うん、そういう名前なんですね。うん、多分はい、さーい、イブちゃん、これ食べてます。オンラインの代わりに久しぶりに配信してありがとう。ここは劇場公演のロビーです。いつもここにご飯を用意してくれるので、ここでご飯を食べています。いつもみんなここに座ってるのかな。みんなここに座ってんの。ここも座るんですかね。分かんない。なんかぽよってさ、みんなここに座ってんの。しのぶさんハートありがとうございます。ディアイツーさん、だるまありがとうございます。見覚えあると思ったら劇場でございます。
みんな座ってるようだって。うん、じゃあみんなの一致活だ。公演の時ここ座った人は私と七香がいっぱいこぼした最悪ものが染みついてます。食べ物が。今度ロビーカレーの匂いしそうで最悪。カレーが残ってるかも、私たちが食べたカレーが。お腹がすく公園になりますね。美味しいカレー。次のお弁当も食べたいのに。絶対食べよう。全部食べちゃいそう。よきち、かわいい、ありがとう。お母さん、こんにちは、こんにちは。えぐっちゃんにほっぺた目にってされてたけど、そんな触り心地いい。ありがとうございます。え、よくないから。メナメロちゃん、全然よくないから。喧嘩する。今月めっちゃ目撃者ありますよね。あと27と18だったっけ。結構ある。なんか公演ない時はないけど、今月はいっぱいありますね。アジャドラもあるしね。みんなね、みんな。ジョキチさん、かわいい、ありがとうございます。あれ、さっき聞いたな。いぶきちハート、ありがとうございます。いぶきち、かわいい、ありがとう。二人は尺服もあるよ。そうだ、楽しみなんだが。来週ですね。今年初、尺服楽しみ。久しぶり。23、24もう公演なんだ。公園なんだとか言って、公園か。皆さん、劇場公園にもぜひ遊びに来てください。来てください。待ってます。しゅんさん、ハートありがとう。19日社服行くよだって。え、絶対社服楽しみ。楽しいですよね、あれ。しかもメンバー結構いいですよね、メンバー。うん、渋いとアイジーといぶきと七香。それはやっちゃっていいってことですかね。絶対おもろい、うん、絶対おもろいとか。どうする、使いながらみんななんかいいよ、行けって行けって言うけどね。逆に気使って。でも絶対おもろいな、きっと。噂をすれば。アイジーさん、社服楽しみですね。大変してます今。ああ、そうだ、社服です。私と渋井ちゃん、ね、よろしく。よろしく。あ、違うのよ、あのその日さ、あのスケジュールさ、社服が3つ目だからさ、ラジオとか行ったり、うん、3つ目だからもうマジでやばい。もう何を言ってるか分かんなくなるから。あれちょっと結構カオスな企画の時あるやん。はいはいはい。心配。ラジオとか残っちゃってるかもしれない。本当に。うわ、大変だ。まあ大丈夫か、MQ るし。やめてよ、その、うん、渋井ちゃんもいるんで、ね、もいるし。私たちのトップを担う。頑張ります。渋井。楽しみ。楽しみ、みんな来てください。ぜひ。久々だ。社服でも待ってます。4人とも芸人やもんな。誰が芸人や。ゆきちハートありがとう。あおいちゃんハートありがとう。ぜんまりょうた。確かに、あの、でも前回さ、あのハートありがとう。社服の時さ、台風かぶっちゃって、うん、あ、そうでしたっけ。中止になったよね。その時にちょうど出る予定だったから、うん、そうそう、だからちょっと久々、超久々です。なんか出てたっけ。もうめっちゃ前に出ました。だよね。結構前じゃなかった。夏ぐらい。確か。だいぶ前だ。あるもんですか。久々だ。4人やばい。え、チームエイジやん。チームエイジ。楽しみ。ルルハートありがとう。まだ来てないです。次はパズドラ行くね。待っててね。カレー食べないの。もう食べたの。カレー。我慢できなかった。カレー食べました、私は。
もうお腹がさ、溜まるとしゃっくり止まらんくなら、何が溜まるんですか、お腹に溜まる、うん、え、なら急に食べたらとかなりません、なんかしゃっくり、毎回しゃっくりが出る、ご飯食べて、なんか危ないんじゃないですか、急いで食べてるとか、それな、確かに、いぶきほぼ噛んでない、ダメだ、あ、だからですよ、それダメだ、胃がびっくりしちゃってるんじゃないですか、そうだよ、多分それはそう、しゃっくり今、はるさめは何ご飯、完食、うん、完食、これ、うん、完食です、これは後で食べるんだ、やってる途中に食べるんだ、いいね、ランチか、3カメ3カメです、え、なんかさ、暗っ逆光みたいな黒みたいな、え、なんかさ、いぶきとさ、ななこが言ってたとこあったじゃん、恵比寿みたいな、うん、東海恵比寿、あれさ、そう終わっちゃいました、知ったのよ、その日に、その日の夜に知って、うん、で、そう、さえちゃんと、え、うん、なんかめっちゃ楽しそうだなみたいなで、いつまでなんやろねって言ったら、その日にもう終わっちゃったから、そうなんですよ、だから、うわー、いいな、え、あれ、北条屋のとこ、吉塚の、あ、吉塚のさ、なんか似てたからさ、似てますよね、同じじゃないけど似てる、だからわーい、なんかそんな毎年あるの、あれあると思います、マジか、初めて行きました、私も初めて行った、私知らなかった、あ、そうだよね、初めて知って、なんか繁盛系の、あー、そう、仕事のあれらしいね、うわー、行きたかった、ね、本当は、うん、そう、参りとかそのお守り買ったりとか本当はしたかったんだけど、うんうんうん、時間がね、うんうんうん、ご飯食べてたらなくなって、で仕方なく帰ったよね。なんか投稿全部グルメしかなかったけど。仕方なく帰ったんだよね、うちらは。気持ちは、うん、気持ちは、ね、繁盛。繁盛を込めながら食べたんだけど。めっちゃ面白かった。いや、マジで美味しそうなもの食べてたもん。アユ食べました。めっちゃ良かった。アユなんかやばいね。美味しかったよね。いや、なんかいつもさ、イブキ食べてるイメージあるもん、うん、マジ美味しかった、もうそう、マジで、え、あれやばい、そんな売ってない、やったやん、あるとこないとこあるやん、こんなアユ、すごいね、食べたいんだけど、食べてみたい、いいな、なんかいろいろ食べてたね、焼きそばとかも食べた食べた食べた、いいな、マジで種類豊富だね、あんなあるんだ、すごいね、食欲には勝てなかった、そうなの、食欲には勝てなかった、手に合った、やっぱグルメでしょ、こういう屋台は、そりゃそうだよね、うん、ありがとう、ナナカも食べてる、ナナカも食べるよね、結構食べましたね、久しぶりに、全然久しぶりじゃないのよ、すべて久しぶりにご飯ダイエットしよったんだ、適当に、なんか全然適当に、ダイエット詐欺はやめて、久しぶりダイエットしてて全然食べました、1月はなんかもう無理だよね、1月はもう無理ですよ、もうだってお正月だけはもう2月から結構こう雰囲気変わるんだけど、1月はもうなんかそう言ってるよ、絶対2月にさ言ったらさ、いや2月はバレンタインがあるからとか絶対言ってるよ、3月になればとか言ってるよ、ひな祭りで女の子は許されるよね、ずっと一年中毎月こじつけて、それな、いぶきちゃんは両手に抱えきれないくらい食べ物を持ってるタイプ、え、違うよ、違うから1個ずつ買うんだもん1個ずつ買ってた、両手に抱えきるし、いや、マジで、そんな食べてることバレてないもん、すごい、そうなんですか、いいね、え、バレてないよ、バレてないよ、全然でも完食してる時点で違うよ、これは今日はね、仕方ないのよ、かもしれん、あ、胃が疲れてるのかも、胃がだからそのこういう温かいものを食べな、いいね、確かに休ませない、確かに確かに確かに絶対禁止、胃を休める、胃を休める、わかりやすい女です、胃を休めるんだよね、なんかこの感じ、そういうのは大事だね、七香のモノマネがいや、え、七香ってありそうでないんだよね、されたことないかもしれない、じゃない、え、笑い方
笑い方太くない？そんな聞いたことあんまないけどな。そんな感じですか？え？そんなちょっとひどい。怖いよ怖いよ。なんかの笑う時でも低い声では笑っちゃうけど、そんなとこまで。分かった分かった。ナナカはこう撮ってて、動画とかとすぐ撮ってて、なんかやってきてって言うよね。って言います。って笑いですね。一回ちゃんと驚いてくれる。ああ、なんとなくね。あとヒールとナナカはこれでしょ。そうなんですよ。なんか結構やるよそれ。みんなやっちゃいます。みんなやるよね。あ、やってるかも。やってます、やってます。なんかあれ一回ちょっと、なんか一回どっか見ますよね。やってるやってる。やる。こらえるよね。こらえちゃう。みんなもやってください。メンバーあるあるでございます。それはそう。ななかちゃんはリアクションが上手。嬉しい。あ、上手だね。わかるわかる。上手なの嬉しいな。なんか嬉しくなっちゃうよね、こっちが。なんかね、なんでも、プライベートでも、それ、あの、うまいし、うまいっていうか、いいし、わかるわかる。仕事の時もうまい。わかるわかる。そんなこと言われたことないです。かわいい。うまいよね。ワイプとかで使いたい。誰？プロデューサーってね。番組プロデューサーです。東京雪降ってきたよ、だって。え？なんからしいらしい。今日まで雪だって、そっち。福岡全然降らないな。全然、あ、でもね、福岡のその山の奥の方で、なんかファンの人がさ、なんかまあ、あの車でちょっと山の方行ってきたよって言ったら、写真の雪。福岡ですか？福岡の、マジで結構本当に山奥の方。あ、降ってるんですね。なんかね、やっぱ、寒いっていうか、上の方だから、多分、そうなんだ。気温とかも違うし、天気もちょっと違うみたい。プランかな、こっち。そう。ルンルンさん、笑い、福笑い。さちゃん、ダルマありがとう。ななかちゃん、ハロウィンドも。ありがとう。ニブちゃんの釣り竿のリアクションもよかった。いや、あれはマジで。あれ超面白かったんですけど、お母さん釣り竿めっちゃ怖かったから。見ました。お母さんって言ってた。ロコさん、貼ってありがとうございます。ななかちゃん、有能。有能？後ろの悲鳴がサスペンス。後ろは配信してます。あの、ゲーム配信してます。ゲーム配信です。で、さちゃん、貼ってありがとう。ありがとうございます。今日福岡11度とか、さまがしい。それな、お父さんも呼ぼうよ。高い。かわいくないかも。あんま。スタバ飲みたくなってきちゃった。スタバ。でもね、スタバ全然しようや。今日と思うよ。まあ、じゃあ今ライブとかでさ、ペンペンロムでライブとかがあると、やっぱそういう時は本当に混んじゃうね。マークイズは。言ってたタクシーの方が。そうね、ライブがあって、その出演者ではないですよね。違うだろう。違うだろう。だから違います。またですか？またか。え、じゃあなんか関係してるですか？じゃなくて、ですか？じゃなくて、その出演者ですか？じゃなくて、その動画の鍵者、あ、なんか今日イベントあってますよねって。あ、そうですね、その関係者ではないですよね。どうやって？ちょっと笑ってる。誰が、ね、誰が一般人っぽいや。誰がなんかオーラがないやと思って。ではないですよね。ではないですって。トワイスさんですよ。確かに。そう、韓国語上手ですねって言われたから。え？え？言われたんですか？え、じゃあ日本語上手。あ、そう、日本語上手ですね。韓国語喋ってた。喋ったんかなって今思って。なんかお願いしますか。しかもさ、寒かったからコートみたいな着てるのさ、韓国とか流行ってるよ。そしたらなんか、関係者口でお願いします。あ、なんかそうですね、やっぱ人多いですよね、こんないっぱいいたらみたいな。あ、多いですねみたいな。タクシーとか乗られるんですねって。あ、はい、乗りますねって思って。とか、日本語上手ですねって言われたから、お年下にありがとうございますって言ったもん。なんでそこでみんなで、なんか、え、頑張ってくださいみたいな。ありがとうございますって言って、ちょっとモードに入っちゃって、モード入っちゃって、トワイスになっちゃって、本当に。かわいそうですもん。多分今頃言ってるよ。言ってますよね。そういうのツアース乗せたんだよね。かわいそうなのかは、もう分かってないから、その人は。まあまあ。嬉しいですよね。嬉しいだろうね。なんか言ってよ、なんかさ、娘とかいたらさ、今日タクシー TWICE 乗せたんだよとか言ってるけど。確かに。おもろすぎるんだけど。あ、ちんちゃって言わない。確かに。ちんちゃ？あ、ちんちゃ？あ、日本はすごい好きで、福岡いい街で。福岡、なんか賑やかで、すごい、素敵で、私すごい大好きです。言えばよかった。
でもなんか多分タクシーとかね、うん、やっぱそういう、まあ、使う人も多いじゃん、こういうライブとか。そうですね、混みますね。大変じゃない多分。あやたちもマジでそれが結構影響するよね、割と。うん、イベントが。イベント系はもう結構頻繁にやりすぎてやばい。もう始まってそうですね。ね。大変そうっすわ。カムサハムニだ。映らんとこで塗りたい。ありがとうございます。え、もう出てるんですか新作？オペラ？オペラ違う。17日からしようオペラ。17からだよそれ。震える。オペラしようオペラ。でもさ、でもね、もういぶき絶対好きじゃんオペラの。絶対好き。チョコのやつ。うん。確定じゃない？あれ美味しいんだよな。オペラ毎年。って言って毎年出てません？出てる出てる。なんか最高。イブキはやっぱチョコ系だからね。誰？待って一個やつ。ガチで誰？一個。チョコ系だからね。出ますよ。チョコ系だから。出ます出ます。いやマジでハマるとすごいね。いやハマるとね。毎回飲んでる。いつも片手に持ってる。フラペチーノとかちょっと持ってたイメージありますね。うん、チョコ系なんだよ。急激にだよね。え結構もスタバってそんな勇気買ってこないけどさ、ハマったらめっちゃ買っちゃう。一時そう一時からね、うん、なんかハマりだしてるチョコ系に。あれが飲みたい一回、うん、もう一回クリスホワイトデーかなんかに出たこういうさ銀色の玉が入ってるさ、うん、やつがめっちゃ美味しかった。えホワイトモカですか？あのえこんなかな甘かったよ。あのトッピングがキラキラ。うん、でもショートケーキも美味しかった。あうわいいな。前回のじゃない前前前回のすごい美味しい。うわマジか。うん、いや私あれが好きでした。抹茶のホワイトチョコが入ってたやつ。もう 3,4 年前のやつ。うわあもう好きすぎて公式にあの、うん、リプしました。やば。またあの再販してくださいみたいな。そういう人いるんや本当に。本当に好きすぎて。あれ身近にいたわ。たアポロ。え？そんなありましたっけ？ですよね、アポロ、結構前に。アポロガチうまくて、アポロあったね、毎日飲んでた、アポロ。いや、ハマっちゃうと思う。やったらやばいよね。そう、アマゾン、あのさ、スイーツ系が入っとったらいびき飲めるよね、最後まで。ドレックさん、ありがとうございます。あれやね、くどくない。うん、最後まで飲めるのはやっぱその甘すぎたら無理だから。そうですよね。そう程よい甘さがいい。毎回え美味しいって言ったら、あ違う、あいぶきはこれは飲めないかもね。最後までは。今の前ちょっとあのマネージャーさん入ってましたよ。いつものいぶきはちょっと甘いかも、ね、飲めないかもね。そうなんだな。まあ、でも本当にそれ分かるもん、ちょっと好みがね。大体分かってきた。そうね、懐かしいな。だからさ、はるちゃんとか行った時さ、その、うん、結構、え、これイブさんドッペするよって言ったけど、そう、前ドッペするマジでイブさんこれドッペするドッペって何です？え？ドッペする？若手らしいけど甘い、なんか気分がちょっと気持ち悪くなるとなるみたいな、みたいになっちゃう。ドッペって言うんだ。イブって入っちゃう、ドッペするドッペする、うん、めちゃくちゃ3年生になったりがさ、かわいい。みんな何やってんの？まだ知らん。ドッペって何？どうしたみたいなって。二人はえ当たり、え普通に近くもみたいなって。可愛かったな、マジで。福岡はでもやっぱね、方言ちょっと違うもんね、うん、そうですね、なんだったっけな、なんかもえ、つってわかんないでしょ。つえつってないです。つできた、つできた、え、わかんないです。えできた、おはよう、おはよう。え、これ HKT に入って知ったんだよね、これ方言なんやって。つできたはわかんないです、できた、私も。え、かさぶたのことつって言わないかもです。言わない。言うよね。かも。つぶきたっていうの。あ、ほら、わかるなりますよね。あ、かさぶたとか分かってる。分かるな。ボテクリます。あ、それは。あボテクリます。あいち言ってみて、今度ファンに。今やって思ったら、うん、なんとなくでちょっとボテクリますよって。よくなさそうな。ボテクリますなんか聞いたことあんな。ひちゃかちゃ引きずりますぞ。ひちゃかちゃ持ってくれますぞ。ひちゃかちゃ、ひちゃかちゃってさ、やっぱ
ダンスの先生が言うからさ、言いますけ、ひちゃかちゃや、もうひちゃかちゃやで、ひちゃかちゃやでみたいな言うじゃん。それで覚えた。なんだろうね、不思議ですよね。すごいな。でもファンの人に方言あんまバレてないんだよね、方言強いの。あんまでも出てないかもです。え、ああだ、普通に話すときはあんまないんじゃない、うん、やっぱ仕事でちょっと使うよ、うん、ちゃんとさ敬語とかさすると全然出なくならないです、確かに。私ももう標準語っぽく なってきてますもん最近。そっか、でも仕事でね、なんかそういう MC のときとかもさあんまりね、うん、なんか方言方言してたらさ伝わんないときもあるからさ、はい、ゆかさんが超面白いです。もうごてごての方言でいくのが逆に、ね、なんとかしちゃったけど。それが超好きです。逆にそれがね、うん、でもあれやな、なんとかやったったい、ああそう、まあ、だからでもなかなか言えないですね。家とかにいたらも全然いいけど、うん、友達同士とかでは出ちゃ う, そう仕事の時にやっぱ気をつけてるから多分ちょっとは治ってるとこもあるんだね、もしかしたら。確かすごいな。あとリノに何て言ってんのか分かんないって言われてる。ウケる。リノ方言ないのに何言ってるか分かんない時ある。え、本当にまずこの前 の, あの公演終わりの MC が超面白かったです、うんうんうん、なんか新しい人がいっぱいいてみたいな。マジで何言ってんのか分かんない、まあ適当ボケすぎないよ、本当に度が過ぎよ、面白かった。適当の度を超えてました、楽しかったです。虚言だよね、完全に。初めての人なんていねえし。本当に面白い、やばいわ、濃ゆいメンバーですよね、結構チームメイト、おもろいよね、超面白い、本当に。そうそうそう、どっちも模型フォームね、うん、あれだけど、ね、そうですね、いつもなかなか。モモンバラありがとう、こんにちは、こんにちは。私出てるのかな、全然あんま出てないけど、ね、あんまりだね。楽しそうでニコニコしながら見てるって、逆に、はい、超楽しい。方言がセリフのように感じるときある。あ、逆に長い方が、それあの、そうそう、確かに言われる、なんか標準語の方が普通にしっくりきます。そう、しっくりくるんだけど、なんでだろうね。いや、言われる、うんうん、違和感があるからかな、やっぱ。え、でもあのテレビで見てる博多弁は超違和感ありますね。わかる、そんな感じなのかもしれない、もしかしたら。もしかしたら確かに。どないさら、ない、どないす、すごいな、わからんすぎる。何時今、ファンの引き方今、3時44分。お、え、なんでわかんの、もうすぐだ。うわ、アップルウォッチだよ、いいウォッチ、ウォッチ、ウォッチ。え、なんか最近つけてる、つけてないです、最近つけてないよね、充電してし忘れて。わかるわかる。え、でもあれもう家帰ってきて撮って、すぐ来ます、指定の場所にあって充電器ずっとさせてるから、ああそういいですね。でもそうそうそう、いいな、なんか持ち歩いたりしたらもうなんか充電忘れちゃった。そうね、マジで充電するのがめんどくまで。いや、僕の間も3月までで、もう私も社会人になるんだけど、もうやばくない？すごい、もうやばいよ、そろそろもうあと3ヶ月で卒業ですか。進化するとき、ついこの前さ、中学校卒業しましたとか言ってた。大人だ、社会人よ、もうやばやばいよ、もう本当になれるかな、るそもそもなれるかな。170、160、156センチだけど、ね、70センチくらいありそうに見えます。めっちゃ言われます、それ。なんか身長高そうな、高そうな顔してるよねって。で、ゆいかん割と高さ見られるんやけど。なんでやろうね、それ。それ偏見ですか？足長いからですよ。なんかさ、
確かに確かに、それはあるよ、長く見れるんだよね。でもさ、長かったリカちゃん人形体型じゃない、長い、リカちゃん人形じゃない、あー確かに確かに、え、ウエストは細いけどちゃんとなんかフィッってやって、うん、もういや分かるよ分かる分かる、長くて太ももが長いんですよ、でも足とかがこうなってるよ、ちゃんとそう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 、こうなってこうなってるから人形、マジでリカちゃん人形、おもろいですよね、私たちの体型、え、ね、めっちゃおもろいの、MC で話したい、今度 MC で話そう、今度 MC で話します、今度にします、大丈夫、もう一個見つけました、何が何が、今度行って、あ、ゲーム人形終わったの、ゲームお疲れ様、え、ついてる、まだ、いや、あー、もう消えてる、でも、消えてる、ゲームが回ってる、あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ゲーム配信終わったみたい、イブちゃんのショールームの身長141センチのまま、それはやばい、買えな、買えな、自分で買える、かわいい、それはやばい、もう10センチ以上持ってるやん、140、ユイナぐらい、ちっちゃかったんだね、うん、ユイナすごい成長したな、やっぱすごすぎる、誰かアイチーもいじめて、え、はい、え、ラグサメってじゃちょっと待ってくれ、やめてくれ、え、わかんないわかんない、ちょっと待ってくれ、これラグサメってじゃないですか、ん、褒めて、あ、褒めて、褒めて、褒めてや、褒めて、びっくりした、いじめ、あ、びっくりした、ちょっと欲が出てしまった、愛知もうってついてるから誰をいじめたんやろ、誰誰、ちょっとごめんごめん、褒めてだ、いや愛知さん超いい体型してますよ、いやでもね、あんまりあの、うん、なんか言えないけど、いや超言えないけどなんかこの場では言えないけど、この場では言えないけど、マジで、でも愛にそうなのね、骨格、そうなのっていうか骨格的に、うん、まあいろいろ人それぞれ違うじゃん、はいはいはい、でも自分の骨格的には洋服がない方が、うんうん、いいらしい、ない方ってどういうことですか、洋服も着ない方が、え、じゃあ着なくていいじゃん、そう、本当は、じゃあ次の分洋服着なくていいえ、多分頑張ります、普段の服装じゃなくてちょっとピチッとした系、うん、ピチッとしてる方向だけどマジでやばいと思います、多分本当に洋服がいらないみたいな感じ、うん、いやいやもう捕まんない、募集です募集、何言ってるの、洋服募集やばいな、でそういう感じらしくて、うん、そうそうっていう話を、超足も細いし、いいよねけど結構ブカブカの着るじゃないですか、うん、いつも、まあ確かになんかそういう服の方が好みなんだけどね、本当はあんまりシルエットは出したくない、あれとか似合うよ絶対、さピタッてしてるさ、うん、ワンピースっていうの、ああ一枚、ほんと布一枚、布一枚絶対やばいですよ、そういったニットみたいな、着ないですよね、パーカーとズボンって感じで、確かに、からからパーカーとかじゃないと似合わない、逆に、ああこう肩幅が張ってるから、うんうん、私は足を出す、いぶきもでも成長してますから、ちょっといや成長チャンネルですよ、いやでもうだって大人っぽくなっていくじゃん、やっぱ顔つきとかも変わりますもんね、大人になると、そうだよ、私の去年の写真見たらやばいです、何が、去年ってか入りたての頃の写真見たら、え、なんか誰みたいな、あなたの成人式めっちゃ可愛い、成人式やばい、綺麗だったかもね、超ぷっくりしてたんですよ、そうなんだ、でもやっぱ変わるでしょ、それはね、うん、みんな入ってたら変わるよ、1年でだいぶやっぱ見られるお仕事に就くと変わるよ、そうだよね、変わるよね、うん、それはそう、まあちょっとね、そういうなんて言うんだろう、骨格的なやつはもう男性は分かんないから、あ確かに女子って、女子って、あれ大嫌いなんだよね、あれ大嫌いって言っちゃダメだけど、うん、さ目撃者公演のさ1曲目あるじゃん、あもうあれ信じられんくらい気ぶくれすんで、いやあれはみんなそうでしょ、あ白です、あれはでもあれはだって3枚も着てるから、あれマジでやばくて、あれは早く脱げたくて仕方ないし、あとパジャドラの2人乗りとかのさ衣装あるじゃん、 うん、あれのこのタンクトップの方着た時は、ね、着たことないかも、あっちばこの前着てたよ、タンクトップ、タンクトップっていうかさあれだよ、うん、上着ない方、上着ない、うん、もうそのまま繋がってるやつ、繋がってるやつ、え、あれなんか合うと思う、着たことないですよ、え、この前着てた、この前お腹見えるやつでした、あー多分、え、その前かな、いぶき思ったんだよ、それ見てから、それ思って、化粧いいなと思って、化粧いいな、確かにあれはね、ちょっとあれいぶきの骨格にはもう 100% 合わない、これやだ、これじゃなくて
ちゃんと袖があってほしい、うん、袖のやつ100%ある、あれ3パターンぐらいありますもんね衣装、うんうん、でもなんかやっぱ韓国とかってそういうスタイリストさんがもう一人一人に決めてくれるじゃん、骨格に合わせてっていうのが、 それ大事じゃない、この割れて上と下が離れてないと分かる、合わない、分かる分かる分かる、そういうの、えでも目撃者はそのサイズ通りに作ってくれてるじゃない、うん、あ確かにそれはありがたいけど、だからちゃんともうなんか、だからみんなをこれ言わないで、そうそう、え言われるんですか、ゆうき前さ、うん、あの髪の毛を、うん、結構前なんだけど髪の毛をなくした時かなんかに 前髪だ前髪を、うん、まだ七色とかしてた時に前髪なくした時に、うん、で巻き下ろしてたの、はいはい、そしたらまとめられて、ゆうきちゃん成長失敗とか言ってくれる、ひどいんだけど、なんか丸みたいな絵文字、あー丸みたいなね、うん、ちょっと太ったよねみたいな、そういうのって言わない方がいいよね、本当にその人どちょっと見たいよね、その人ちょっと呼び出し、うん、ちょっと呼び出しましょうか、今から多分おいでだらしないと思います、そういう人はだらしないよ多分、みなりとか気使ってる人って絶対言わないじゃん、確かに、えなんかそれ何かで見たこと、アイチーさんが言ってましたっけ、多分言ったと思う、なんかで聞いたそれ、なんかマジで本当にちゃんと気にしてる人、うん、美意識高い人はそういう自分がかけられた嬉しいこととか嫌なこと分かってるじゃん、だからそういうのは本当に人間の心ない、うんうん、イコールだらしないということになります、だから気にしない、気にしない、気にしない、そういうこと言う人に限って、うん、結構不潔な感じのなんかネットとかに書いてる人はそうでしょ、ちゃんと本当に気にしてない人が多いから、なんかで見たなそれ、本当にそう、それで顔を見せて、見せてくれっていう話を、本当にあんまりひどい、そうだよ言わないでよって、言わないでよ、もうみんな気にしてるんだから、やっぱ太ったってでも自分が一番わかりません、わかるよ、めっちゃわかる、そうそうそう、それめっちゃ雷すごいんだ、雷東京がね、関東の方がすごい、はい、すいませんってコメントいきます、はい、犯人いた、あれ言ったな、気をつけよう、次からまあさ、どんな姿でもこうね、え、かっちょいい、うん、嫌なことを忘れるくらい褒めていきたいね、うわ、うわ、いい人、いい人、だからそれをね、褒めるとこしかないのに、なんかやだな、なんか私なんでみたいな、うん、みたいなコメントみんなしてくれてる、いぶきが本気で落ち込んでる、うん、大丈夫よ、いぶき、ポジティブだから1個言わせて、ネタにしてません、ね、その1個言わせて、ポジティブだから、かわいいじゃん、ネタにできるからまだいいですよね、このお仕事は、確かにそれはそう、何かちょっと嫌なこと言われた、そんなこと言われたんですって話して発散できるからいいけど、普通に生活しててもしそういうこと言われる、言われたりしたら、アイドルも人間ですから、皆さん本当にね、すぐ教えてくださいね、ぷーちゃん褒めて伸びるが、あ、そうそう、いびき褒めないと伸びない最低、褒めないといびき伸びないよ超最低、やばい、あ、私はあれ行かないといけなかった、マネージャーさんのところに、もうそろそろ生誕のあれを決めてきます、え、ちょっと待って、え、待って、もうスケジュールさ、まだ出てないんですよ、え、多分、公式的にはちょっと遅くない、僕がネガだから相性は似とるやつ、確かにみんなおやすみ、そこに2本合ってるんですか、合ってないね、2月でも、もう確定してんのかな、すぐに確定してる、会えない時はどんな表情してるかどうか、読みますね、読みますね、じゃあベキもそろそろ終わるわ、13位ニョロコパンさん、12位ヤマちゃんさん、11位ユウタケさん、10位アズマイシさん、9位ハヤさん、8位ドレイクさん、7位いつもロッ間違えた、いつもハッピーなロックンさん、6位銀一のケンさん、5位レナメロちゃん、4位ムフィットさん、3位ちぐまささん、2位りょうきちさん、1位ルンルンさん、ありがとうございました、またオンラインで会おうね、ということで、いつ何時から、5時から8時までお待ちしてます、急にしたけどありがとうございます、15位ホマさん、14位リョータくん、13位フランさん、12位バラ、16さん、11位モモン、10位ルンルン、あどっちにもいる、すごい、9位イブキッチ、
8位キドちゃん、7位ホンクのジョーキー、6位リョキチ、イブキチ、5位ソイルホースさん、4位シュンさん、3位ポポムル、2位安井チキョシさん、3位アオイちゃん、ありがとうございました。13位、ナオさん、12位、シゲトカさん、11位、